まあ、でもこれが、今回行く場所ではなくて、この先にねトンネルがあるんですけど、お化けが出てくるんじゃないかっていう独特な雰囲気がしますね。もう周りにねその家もなくて、僕がなんかすごい大きいなんか穴がありますね。封鎖してます。コンクリートですか？コンクリートで、埋めてますけど、現場ですね。すごい年季を感じるんですけど、なんちゃこりゃ。はい、今日はね柳原っていう地域に来てるんですけど、鉱山があったんですよね。近代化のためにね鉱山っていうのが、閉山されてね、今では全く使われなくなったということなんですけど、そのね鉱山の近く、まあ、トンネルになってるってことで、今日はちょっとそこに行ってみようかなと。しかもそこはなんかお化けが出てくるんじゃないかっていうような、あの心霊スポットとしても有名ということで、今日はそこに行ってみようかなと。はい、というわけで現場に来ました。まあ、ここが、まあ、大きな入り口になるんですけど、柳原って書いてあるんですよね。まあ、ここがそういう場所だということで、なんか見えますかね。なんかこうなってます。すごいね、冷たい風が。まあ、でもこれが、今回行く場所ではなくて、この先にねトンネルがあるんですけど、そのトンネル、まあ、元々はその炭鉱の入り口みたいな感じだったんですけど、まあ、現在はそのトンネルとしてね使われてるということで、行ってみようかなと思うんですけど、これも多分落石防止のやつなんですかね。なるほど、ここももともとそういう場所だったという。トンネルかなと思いきや、もともとこれあったんですね。コンクリートかな、コンクリートで、埋めてますけど、ここにあったということで。で、問題がこの先にあるトンネルなんですけど、これがトンネルですね。でも相当ね年季が入ってるのかな、補修補強されてますね。夜来たら怖いでしょうね。
見えないんですけど、暗すぎて。奥がなんかすごい大きいなんか穴がありますね。なんか封鎖していますか、ここ。見えるかわかんないですけど、改めまして水滴の音が。水滴が落ちて、こういう感じで、よく温泉街とか、温泉の中、露天風呂とか、あの鍾乳洞とかにあるんですけど、咳がしてますね。でも、すごいな。これで、ここまでと。よくないですけど。なんちゃこりゃ、なんかあります。昭和51年12月26、28、昭和の時代に、炭鉱が、おそらく炭鉱がね、崩壊したということで、亡くなった方のがの慰霊碑がここに、あるということでいうわけですね。ちょっと怖いな。上がおそらく現場ですね。すごい年季を感じるんですけど、立ち入りができない感じになってるようです。というわけで今回のトンネルシリーズ終わります。独特な雰囲気がしますね。もう周りにね、その家もなくて、その下がすぐ川なんでね、ちょっとなんか不気味な感じで、ちょっと今日は、こんな感じでね、お送りさせてもらいましたが、トンネルの中にさらにトンネルがあるっていうのはなかなか見ないですね。しかもその中ってまだどうなってんだろうっていうかね、ミステリアスな部分もあると思うんですけどね、こういう形でトンネルが普通の、今現代で使える普通のトンネルになってるということで、今日はこんな感じでね、終わろうと思うんですけど、リクエストいただいた方ありがとうございました。また何かあれば、できる限りの範囲でやっていこうかなと思います。それではね、また スピチューブよろしくお願いします。それでは失礼します。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。